野崎チャンネル、ちょっ、こんにちは。日本プロ野球界絶対絶命のキキがやってくる。え、どういうこと、キキ。いや、これはもう日本プロ野球界、はい、にとって、うん、未曽有のキキがやってくる可能性があります、うん、はい、これはもう大問題です、うん、やばい、とんでもなくやばいです。ちょっとかなり里崎的にはかなりの危機感を覚えてます、うん。いつやってくるんですか。いや、もう本当に 2,3 年以内には来ちゃうんじゃないのかなっていうぐらいの危機を感じております、うん。そのぐらいの時期になんかここは、まあ、NPB に来るんじゃないかって言われてるのはピッチクロックとか。いや、そういうのじゃないです。もう本当に球界の大ピッチになる可能性。野球人口が減ってるとかするんじゃなくて。それはもうだって今に始まったことじゃないじゃん。あ、球団が2球団増えました。ちょっと2軍だけね。うん、するんじゃない、うん、選手分かったもん。あ、すごい。え、未曽有の危機。合ってないと思いますけど。合ってない。すぐ分かったの。でも、僕がちょっと危機してることがあって。うん。お、なになになに。言っていいですか。いや、ギブ。え、危機。これはもう重大、ちょっとこれは重大な問題で、うん、ちょっと考えていかなきゃいけない大問題じゃないのかなっていう、はい、そんな大問題ですか、うん、NPB が続けられなくなっちゃうような、うん、大ピンチ、それに準ずるぐらいの大ピンチ、そんな大ピンチ起こんない。いや、もう本当に起こりかけてます。もう今はもう入ってます。球団経営が危うい球団が出てきた。いや、そういうのじゃないです。そういうのじゃない、はい、いや、分かんないです。じゃあ、何なんですか先生。僕は、うん、一つ思ったのは、うん、細かいルールは分かんないですけど、うん、あの大谷翔平選手の、メジャーでのあれによって、うん、日本のプロ野球からほとんどメジャー行きたい人が増えすぎて、うん、日本球界が衰退していく。正解。おえ、あっ、分かり。キンキンで言うと、はい、別に悪いことじゃないのよ、うん、ダメって言ってるわけじゃないの、はい、ソフトバンクの大関選手もポスティングでメジャー移籍したい、うん、ね、で、まあ、佐々木朗希選手も、うん、まあ、メジャー行きたい、うん、高橋光成選手もメジャー行きたい、うん、どんどん、うん、わっさわさ、はい、村上もね、うん、あのメジャー行きたいっていうね、うん、わっさわさメジャー行きたい選手が増えてきてる、はい、うん、それの一つの要因として、はい、給料高すぎる問題あると思う。あ、まあ、それはありますよね。ちょっとメジャー桁違いですからね、うん、だから、まあ、こんな言い方したら悪いけど、うん、まあ、マエケンね、はい、ツインズで今年投げてました、うん、で、まあ、候補長もあったけども、はい、ポストシーズン出ました、うん、先発要員じゃなくて、はい、リリーフ要員で出ちゃったっていうね、うん、ところある中で、はい、タイガースに移籍します、はい、年俸13億円ぐらいで、うん、えぐくない。で、うん、日本から移籍する選手もね、まあ、今永もそうだし、うん、松井裕樹もそうだし、うん、で千賀とかもそうだし、えぐくない、一気に10億円ぐらいの形になってくるじゃん、はい、年俸が、うん、3年で300億とかの感じにどんどんなっていくから、はい、うん、夢ありすぎへん。それはもう行けるんだったらみんな行きたいってなりますよ。行きたいよね。行きたいですよ。しかもね、この大谷とか、ね、うん、この今年菊池雄星、はい、まあ、千賀もそうだし、うん、で今年言うとあの山本、由伸、はい、松井裕樹も活躍してきたら、うん、はい、日本人の相場がどんどん上がってくるわけよ、うん、今年の WBC もそうだけど、はい、いや、羨ましいやん、うん、あの楽天の島内じゃないけども、はい、ハムからソフトバンク行っただけでそんなにみたいな、うん、なんで俺タイトルホルダーなのに、うん、羨ましいじゃん。それだってもう老後の引退のこと何も考えなくていいんだよ、はい、年俸10億天文学的な感じやん、はい、正直ね、うん、それがもう入って3年で、ね、30億とか50億とかなってきたらもう行った方がいいよね、はい、行けるんだったらもう1年でも行った方がいいですよね、うん、だからまあ、うん、昔は、はい、まあ、ポスティングそんなになかったし、うん、FA でのっていうところもあったし、はい、ポスティングで行っても移籍金は大きかったけども、はい、年俸は全員が全員そんなめちゃくちゃもらってたわけじゃないのよ、うんうん、昔で言うとね、はい、行く選手のそれはね活躍とかその能力にもあるけども、うん、全員誰それ彼でもそれが言っても年俸がバカバカ高くなるわけでもないし、日本でも日本の方が高い人もいるんちゃうかぐらいのあったからね、そんな変わらなかったけど、年俸の推移がやばくつけ上がるのがメジャーが、これはちょっと流出歯止め効かへんのんちゃうかと、羨ましいやん。いや、行きたいですよ。でもその日本のルールって今って海外 FA かポスティングしかないじゃないですか、うんうん、ポスティングって球団の権利なわけですよね。でも来年どうせ FA で出られるんだったら、うん、だから8年ではいけるわけよ、まあ、そこまで頑張っちゃえばね、うんうん、だから高卒1年目から頑張れたら26とかではいけるわけじゃん、うん、で30前後ではまあ少なくてもいけるわけじゃん、はい、
でそしたらもうどんどんいくと思うね、うん、30前後って言ったら、うん、日本で言っても一番脂が乗り切ってる、まあ、一番いい年代の時だから、うん、そこがこぞって抜けていくと、うん、そうか、だからもし、まあ、ポスティングを球団がダメって言ったとしても、うん、海外FA権を取った選手がどんどんメジャーに挑戦しちゃうと、ね、そう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 、でバンバン出ていって、うん、っていうね、はい、ところになって、でダメだったら帰ってくるかも分かんないけど、うん、も行ったら大金もらえるわけだから、はい、で勝負にもできる、うん、メジャーで勝負して夢もある、うん、大金ももらえる、うん、ダメだったとしても大金は残る、はい、でまた帰ってきたらいい、うん、ってなってくると、うん、これは流出、うん、だから日本プロ野球界にとったら悪いことで、はい、野球界全体にとったらいいことなんだ、しかも本人にとってもいいことしかないですよね、そうそう、で盛り上がるからね、はい、サッカーだってね、みんなバンバンヨーロッパのリーグにね、うん、出ていくけども、うん、やっぱそれで盛り上がるやん、代表とかで集まってきた時、うん、そうそうそう、久保頑張ってるね、うん、セリエやプレミアでも頑張ってる、三笘選手頑張ってるみたいなね、うんうん、っていうところがバンバンニュースに出ると、それだけでサッカー生の子供たちはわーって思うわけじゃん、はい、だから日本もメジャーで活躍してる、ね、ニュースになる、ね、千賀、大谷、菊池、ダルビッシュみたいな、うん、わーもう俺はメジャーって野球界は盛り上がる、はい、でも日本プロ野球界がこれはやばいんちゃうかっていう、おこの年俸の跳ね上がり方は、うん、いけるもんなら行きたいよね、はい、あとはもう全員がピッチャーしかやりたくないって言い出すっていう、あやばい、ピッチャーの方がメジャー行きやすいから、行きやすいです、ね、確率からするとね、うん、だからもう俺も自分のことも野球するって言ったらもうピッチャー以外嫌になって言いたいもん、うん、ピッチャーの方が夢あるから、はい、正直で自分のことだけやっとけばいいし、うん、でそしたらメジャーにも行けるのもあともう9-1ぐらいでピッチャーやからな、はい、うん、言えば NPB に入るにもピッチャーの方が言えば必ず毎年取るじゃないですか、そうそうそう、勝つも取れるからね、うん、だって今野手でメジャーで活躍してんのって言ったら、まあ、大谷、今二刀流だから大谷だけど、うん、はい、あともう吉田正尚ね、うん、で鈴木誠也、はい、3人やんな、うん、あとピッチャーで歴史的に見てもピッチャーの方が圧倒的に多いからね、そのメジャーに行くっていうんだけど、うん、そうですね、これはちょっと危機あるぞと、年俸の差が10倍ぐらいあるぞと、流出止まらへんぞと、でもいいじゃないですか、流出したらまた下からいい選手を NPB が育てればいい、いや多分追いつかないよ、追いつかない、出る方が多くて、でも1年で戻ってくる人もいるかもしれない、1年は戻ってこないよ、3年ぐらい契約する、それが契約か、うん、最低でも行ったら、うん、正直そっか、スーパースターがそのまま行っちゃうかもしれない、うん、そうそう、だから佐々木麟太郎がこれでもしこの4年間でうまくいってメジャーに、はい、うん、ドラフトされていくようになったら、もう今度そのルートで高校から大学アメリカのルートを使い出す可能性あるから、うん、そっか、もう NPB 別に行かなくていいやになっちゃうってことか、そう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 、だそのルートも行けるんだっつったら、うん、それをみんなが行き出す可能性あるから、はい、そしたらもう NPB 通過しなくていい、あっちに行くから、うん、これはどんどん、そうですね、うん、だからあのホリエモンがね、はい、あのその北九州、うん、フェニックスから今回ドラフト指名された選手がいて、うん、はい、でホリエモンがなんか YouTube かなんかで言ってたけども、うん、おめでとうございます嬉しくもなんともないっつって、うん、あのもう逆に言ったらもう悲しいぐらいっつって、はい、逆に僕らのチームが NPB の選手を取ってくれるぐらいの年俸を払いたいんだと、要は NPB より年俸が低いから抜かれていくわけだから、うん、こっちの方が NPB より上になったら、うん、NPB の選手はこっちに来るぐらい、うん、だからゴルフで言ってもリブゴルフだよね、うん、今はもうねラームが世界3位のランキングのラームが去年ね、うん、あのメジャー大会勝ったのが移籍しないって言ってたのに移籍して、はい、400億円やで移籍金、はい、行くよなやばいっすね、だからどんどんゴルフ界も PGM のツアーからどんどんリブに流されてるし、はい、今年日本で言ってもあの香妻選手がリブ の、あのその予選会通って、うん、来年からフルツアー参戦するわけよ、で予選落ちないから、うん、リブで 2,3 回戦うと、うん、日本の1年間 の、あの獲得賞金と同じぐらい稼げるのよ、はい、それ行くよな、だからもし北九州がじゃあもう普通に奥とか払えるような球団になったら、うんうん、あそっち行った方がもしかしたらライバルも少ないし、だからもしそうそうそう、だからそのもうある程度やることやってて、移籍、うん、払いますよっつって、じゃあ年間10億で5年契約どうですかって、うん、50億、はい、でもし日本であの NPB で言ったら、うん、1億5年契約で5億円どうですかってなった時にひょっとしたら10億5年いく可能性あるよね、いきますよね、うん、うん、だから昔サッカーでもあの中国に結構いい選手が流れていったんだよ、はい、それはあの中国マネーが入って、うん、でいっぱいくれる、はい、もしくはアメリカとかね、ベッカムとかもアメリカに行ってたりしたり、うん、今中東のクラブとかにも行ってるけど、うん、それはみんなあのお金で行くわけよ、はい、だからある程度の
ね、チャンピオンズリーグ優勝とかある程度の自分のもう成績とノルマを収めたら、うん、もうこれ以上やることない特にってなった時に、うん、お金の方に転んでいく可能性は十分あるから、まあ、自分の将来のやっぱりねお金っていうのは大事ですからね。そう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 、だからそれが今で言うと、うん、まあ、日本からメジャーって言ったらもうスキルアップじゃんね、うん、プラスアルファ大金ってなってくると、はい、これはちょっと流出止まんなくなるぞっていう。かといって NPB が年俸、うん、で NPB も年俸上がってきてるよ、はい、だって俺が入団した時は一軍の最低保障年俸1300万だった、うん、でその後1500万になった、うん、今1600万だよね、はい、で平均年俸も大体3000万ぐらいだったのが今4000万超えてるから、はい、平均年俸も上がってきてる、うん、昔に比べたら選手の年俸もどんどん上がってきてるってなって、うん、けどもアメリカの上がり方を追いつけないんだよ。いやもうそこまで無理ですもん日本も、うん、ってなった時にこれは流出、まあ、歯止め効かんくなるぞっていう。いけるんだったら行った方がね、もちろん、うん、もうなんかいいじゃんってなっちゃうしね、うん、それで年俸10億とかもらってね、うんうん、行けたら引退後のことなんて考えなくてもいいし、はい、別にそこのチームに帰省する必要もなければ、うん、引退後のこととかも気にしなくてもいいから、うん、でバンバンね行ったら、はい、今だってもね結局大谷の移籍問題ってなってくると、うん、解説者になってもそのメジャーに在籍したことがある人、岡島さんとかもそうだけど、はい、そういった選手たちがコメンテーターで呼ばれることも多いわけじゃん、うん、実質喋れるからね、はい、行ったことなかったら喋れないわけじゃん、うん、そうなってくるとでかいよな、うん、危ない危機じゃない日本プロ野球界、まあ、ちょっとこうレベルが下がってきちゃうかもっていうところはありますね。人がいなくなる可能性があるんだよ、うん、確かに直メジャールートとか行っちゃったらもう NPB、うん、そうそうそう、だから人気は多分下がることないんだよ、うん、やっぱ応援する人はいてくれるだろうから、はい、まあ、日本のリーグを生でね、うん、見るってなるとね、だからちょっと質がどんどん、あとメジャーのファーム化される可能性があるから、メジャーに行くためのっていう、そうなってくると人が少なくなると外国人登録をもうちょっと増やそうかとかね、うん、アメリカとかとが外国人登録とかないからね、うんうん、そういったところも変わってくる可能性もあるけども、ちょっと今危機感覚えてるね、まあ、ちょっと最近ビッグマネー動きすぎてますからね。いや行くよな、羨ましいもんな。いやそうですよ、中東が参戦してきてるんですよ、うん、中東の野球リーグができてるんで、うん、ここも動き出したら、うん、オイルマネーもな、オイルマネーが大谷さんの時も動くんじゃないかって言われて、うん、700億とか何かこう、へえ。これ今も言ってるからね、これはちょっとね危ないから、うん、何が答えか分かんないけども、うん、ちょっと危機感覚えてるっていうね。そうですね、うん、まあ、確かにこう徐々にそういう選手がね多くなってきますからね、うん、で別に行くのが悪いわけじゃないからね、うんうん、別に選手が悪いわけじゃないから、徐々にこうレベルが落ちていっちゃうかもっていうのがあるんですね。そうちょっとね、各チームもなんか縛るっていうよりも何かで縛るよりもちょっとなんか企業努力しながらやっていかないと、うんうん、ちょっと危ないんちゃいまっかっていうね、マネーゲームになってしまうねっていうところでね、うん、あとはね視聴者の皆さんどうですか、ちょっとコメント欄でね、はい、皆さんの意見お待ちしてます、はい。